リズムイングランド式チャンピオンシップグループリーグ第2戦タカ VS 小城イエス来ました。第1回リズムイングランド式チャンピオンシップ、まず第1回戦 A グループケイゴ対ドルジ、ドルジが勝ってます、うん、C グループシゲ対中旬、シゲが勝っております。お今ね、準決勝が2人上がってるんで、ドルジと対戦する相手をタカ VS 工場で決めてもらいます。優勝賞金1万円あります。よし、ありがたい。熱い生活費生活費生活費リゼムさん4人が対戦相手を決めるっていう中で、はい、一番最初にタカ君が勝って、はいはい、僕を選んだ。これがもう彼のもう死に際です。死に際言葉むずいて。ベスト8の選ばれし8の中に入ってますから。ありがとうございます。この競技の面白いところその1、キーパーもやるという。だからシュートが上手いだけじゃ勝てないんですよ。守らないと勝てない。しかもこの競技ペナ外なんですよ。弾丸食らったら素人キーパー入りやすい。入るね。どうですか意気込みは。タカを倒して1万円まで行きたいと思います。死に際です。死に際。それでは行きましょう。ルール説明、前半5本、後半5本の持ち球10球あります。アップ何球か、2球アップです。1球目、前半5本こりゃー、ハイタッチ、うわーい、あーやばいやばい、うわーっとこっから3本決めるからね。タッチうまっ。タッチうまっ。キーパーいないぞ。俺枠入れたら入ってたやん全部。4本目うわーいくい、うわーいくい、読んでるね。ラスト1本3ね、3決めるよ。真ん中はないから。いや、やらしいボール入ってる。こっち、あ、やばい、もう熱すぎる。やらしいボール入ってる。こっち、あ、やばい、もう熱すぎる。うわ、今のはもったいない。3点取ってるから。これ多分最弱説あるぞ。あのキーパービーチサッカーの動画でもね、評価高かったですよ試合前は。それでは前半の後半、コウジロー OK スタート。お願いします。ベリーイージーですわ。ノースリーブキーパーあんま見たことないって。やばい、普通に。うわうわ、いや打てはいけるっすよ。打てうわひどいわ。うわ3本目うわしっかり外弾き。4本目やばい、いってトラップナイフ。やろやろやろえぐえぐギリギリに。後半タカが5本決めた場合勝利です。パーフェクトした場合勝ちです。オッケー、これ気持ちいいな。後半戦スタート。あざこれ怖いで。いやそれこれ怖いで。いやそれキーパー雑魚すぎる。うわーナイス弾き。うわ今のは悔やまれる。いやうわ今のは悔やまれる。ビビってる。ここ止めたい。あーグッボール、ナイスタッチ。うわーでかい、ないでかい、でかい。いや5人だったらマジであるよ。これだいぶ違う、この1点違うぞ、だいぶ違う。もらったー。うわうわ結構、うわなんで読む。もらったー。うわあ、なんで読むの。真ん中いたら飛べれたじゃん。ということで6対2、コウジロウくん2本外した時点で試合終了となります。まず俺トラップなのよ。そういいとこに置けばいいシュートは打てる。トラップ
トラップ50ギリで打てばいいんだからペンの。あ、ごめんごめん、これなし。あばら歪んだ。しかも鼻水出るのよ。ボール返せよ。ボール返せよ。待ってよ。大丈夫か。しげ。よし。大丈夫大丈夫大丈夫。やりますやります。遅れて大丈夫です。ドクターストップ、ドクターストップ。あれもこうして、あ、ナイスタッチ。うわあ、これをこうして、あ、ナイスタッチ。うわあ、あと4、あと4でいい。はい、ナイスボール。いける。うわあ、次は外したわけです。そんな1点で泣くぞ。あ、ナイスボール。決めたい。うわー、うまい。うまっ。うわー、うまい。うまっ。2本決めて同点、うん、いく。終了。全然読まないやん。こっち絶対動くと思ったの。ということで6対4コールド勝ちでタカ。よいしょー。まあコールドというか、まあ即終わり。試合内容結構五分やったけど、読みで飛ぶのが負けの原因ですね。やっぱキーパーやで、これ。キーパーはやっぱ反応っすね。マジでこれ。だって読みで2本入れられてるじゃないですか。それなかったら今同点っすよ。いやー、やっぱ惜しい終わりか。惜しいわ。1回戦でも姿を消してる。これ実はですね、リゼリーグの参入かかってた試合でもあるし。おあの前言ったじゃないですか、タカがいない時に優勝して、次タカと勝負して勝ったらリゼリーグありますよって言ってたじゃないですか。そんな大切だったのかよ、お前。リゼリーグ参入できません。おい。どうでしたか。最初の4人のリゼルでじゃんけんした瞬間に勝ちを、もう勝ちを確決まったし。ただ俺は本当にあのドルジーを横に選んだのがほんまミスった。次ドルジーやんの。ということで準決勝ドルジー対タカが、それが一番嫌やわ。次はシゲとの戦いをかけて翔平対リクの戦いが行われるので、今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you。 一回ゴールパフォーマンス。いや、ゴジョクシュート来た。一回カメラ。うおーい。チラッとねー。これそれやってたら多分高行きのペース崩れてる。これはそれ好きだから。あれで、ね、両足ザブストってどういう状態なん。どういう状態なんこれ。むちゃくちゃ足首やばいじゃん。この前のサンフレのパス回しの強度がちょっとエグすぎて、それでやられてるっす。体力もう20で今戦ってる。強度エグないやん。強度エグいって。一緒じゃないです、タカも。負けは負けなんですよ。だからそうやって負けの理由をなんか探してる時点であなたは成長がない。でも勝てないです。ちょっとシャトル走ってください。